グランドホテルエブロパパビリオン、温泉地、ムシュネーレッツェルトホラの会社の広告、ヤンレッツェルは、明治末期から大正にかけて、主に日本で活動した、チェコ人の建築家。広島県物産陳列館の設計者として有名、ヤンレッツルとも表記。1880年に、オーストリア・ハンガリー帝国のボヘミアの町、ナーホトに生まれた。実家はホテルを経営していた。 高等専門学校で建築を学び、1899年にパルデビツへの学校の土木科の助手の職を得る。1901年には、奨学金を得、プラハの美術専門学校に入学し、チェコの近代建築の重鎮の一人であるヤンコチェラ、教授に指示する。1902から3年にかけて、研修のためボヘミア、ダルマチア、モンテネグロ、ヘルセゴビナを訪れた。 彼は、こちらから、石やコンクリートによるシンプルな近代建築の手法の影響を受けたほか、有限都市ティールや、アール・ヌーボーの影響も吸収した。1904年に卒業し、クイド・ベルスキー設計事務所で、プラハのバーツラフ広場のグランドホテルエブロッパの外装、プラハの北西約 40km にある、温泉地ムシュネーの、ホール・オブ・マシン・スプリングスの設計に携わった。 1905年にはエジプト回路のパッシャ設計事務所に勤める。1907年にはローマ、ミラノ、ベネツィアなどのイタリアの都市を訪れた後、6月に来日した。日本では横浜のゲオルク・デラ・ランデの設計事務所で働く。1908年、ゲオルク・デラ・ランデのドイツへの帰国に伴い、これまで勤務していた設計事務所 G ・デラ・ロンドからゲオルクの父親で、 建築家のオイゲン・デラ・ランデが横浜に設立した新会社 E ・イーデラ・ランデ CEO にカール・ホラと共に移籍し、レッツェルは東京支店マネージャーとして当時の四谷区東品の町二十九にあった洋館を借りて引っ越した。ここには当時東大教授で物理学者の北尾二郎が設計した四足の北尾フレツが所有する洋館があり、ゲオルクが再来日後はレッツェルに代わって、 ゲオルクが1914年8月に休止するまで居住した。この洋館は2014年に江戸東京建物園にデラランデ邸、三島邸として移築復元された。なお、レッツェルの出身地、ナホトとデラランデの故郷、ヒルシュベルクはリーゼン山地を挟んで近接しており、二人は国籍こそ異なるものの、お互いが懐かしい同郷人そのものであったという。 1910年には同胞の友人カールホラと共に独立し会社を設立した。事務所を横浜と東京に置き15軒以上の建物の設計をした。この時期事業は順調に進み、1913年に共同設立者のカールホラが帰国した後は単独で事業を始めた。同年開業の松島パークホテルの設計を担当し、 その発注者であった宮城県知事の寺田博之に気に入られ、寺田の広島県知事店員に伴い1915年には、広島商品陳列書の設計を手掛けた。1915年には、第一次世界大戦及びその後の不景気のため、事務所を閉鎖し、チェコスロバキアへ帰国した。事務所閉鎖後については、以下のように情報が錯綜している。 1923年9月1日の関東大震災では自身も被災し全財産を失い設計した多くの建物が被災したことを目にする。同年11月に失意のうちにプラハへ帰国したが健康が優れず設計の仕事をすることもなく入院生活を送る。1925年にプラハで病死した。45歳であった。晩年には 家族友人から見放され、遺体は公共墓地へ埋葬された。レッツェルの建築家としての活動の大半が日本におけるものであり、チェコでは本国での経歴の短さからかほとんど知られていなかったが、原爆ドームの設計したということから再認識され始めている。1991年には NHK とチェコ放送の共同制作によるレッツェルに関する、 番組が作られた。2000年には出生地のナホトで生誕120年祭が模様された。2009年にモラビア地方の町ブルノの墓地で神社の鳥居を模した墓石が見つかり、それがレッツェルの初期のデザインであると判明した。レッツェルが設計を手掛けた日本国内の建造物は廃墟として姿を止めている広島県物産陳列館を除き、ほとんどが地震。 戦災、火災により消失し現存していない。チェコ通産省庁舎。ありがとうございます。